時計回りに回る針静止状態に見える針、逆回転に見える針ストロボ効果、または時間折り返し雑音とは、視覚現象の一種。ビデオや映画で馬車の車輪のスポークや、飛行機のプロペラが逆方向に回転して見える現象も、その一種で、これを特にワゴンホイール効果という。ストロボ効果は折り返し雑音の一種であり、連続的な動きが一連の短い。 瞬間的な標本列で表される時に発生する。動く物体を連続ではない一連の標本で表した時、その動きが回転や何らかの周期的動きで、かつその繰り返しの周波数とサンプリング周波数が近い時に現れる。機械の解析に使われるストロボスコープは一定間隔で瞬間的に発光する。1秒間に60回転する物体があるとし、 これを1秒間に60回発光するストロボスコープで照らしてみた場合、発光するたびに物体は同じ位置にあることになり、物体は静止しているように見えるだろう。さらに、毎秒60回の周波数では残像現象によって視覚が捉えていない時間についても保管することになる。同じ物体を毎秒61回発光するストロボスコープで観測すると、 発光した時の物体の位置は徐々に早まる方向にずれていき、61回目の発光で物体は同じ位置に戻る。つまり観測者から見れば物体は実際の回転方向とは逆方向に1秒間に1回転しているように見える。同様に毎秒59回発光するストロボスコープで観測すると実際の回転方向に1秒間に1。 回転しているかのように見える。映画では動きは一連の静止画を連続的に映写することで実現されているため同様の現象が発生しうる。映画では一般に毎秒24コマの静止画を撮影している。車輪が毎秒24回転もすることはないが車輪十2本のスポークがあって車輪自体の回転数は毎秒に回転とする。これを映画のカメラで撮影すると スポーク群の位置関係はコマごとに全く同じになる。そのため車輪が止まっているように見えることになる。実際には個々のスポークはコマごとに位置が異なっているが、スポークとスポークの見分けがつかないので変化を感じ取ることができない。車輪の回転が毎秒に回転より若干遅いと、スポークの位置はコマごとに少しずつずれているように見え、車輪がゆっくり逆回転しているように見えることになる。 ガソリンエンジンの点火時期を可視化するために用いるタイミングライトもストロボ効果を応用したものである。タイミングライトのストロボは点火プラグへ送られる高電圧を拾ってクランクシャフト1回転ごとに先行するようになっており、回転しているフライホイールやクランクプーリー状の点火時期マークが毎回同じような位置で止まって見え、疑似的ながら点火時期を目視できるようになる。 その位置とシリンダーブロックにあるアイマークのズレ具合を見て点火時期の確認やディストリビューターなどによる深刻の調整を行う。ありがとうございます。